腎臓尿細管、筋維尿細管、尿細管の模式図腎臓の組織像。1、糸球体。2、筋維尿細管。3、遠糸尿細管。筋維尿細管には、ブラシ縁がある分、遠糸尿細管に比べて肝壁が厚く見える。筋維尿細管は、ネフロンにおける尿細管の傍慢脳とヘンデルプーの間の部分である。筋維尿細管で一番特徴的な部分は、 ブラシエンである。近陰尿細管の上皮細胞の表面部分は密集した微重毛に覆われており、これは光学顕微鏡でも容易に見ることができる。微重毛は細胞の表面積を増やし、再吸収の機能を容易にしていると考えられている。細胞の細胞質には細胞の再吸収活動に必要なミトコンドリアが濃密に保たれている。 細管細胞に近い細胞の構造の老廃物は、周囲の毛細血管に導かれ、血液循環に乗り尿細管に再吸収され、細胞核も含め細管の管空に排出される。観察すると、毛細血管に近い筋異尿細管は汚れて見え、毛細血管から糖炎異尿細管は、きれいな外観をしておりこの二つの部分は、対照的である。 ネフロンの金異尿細管は二つの部分に分けることができる。極部は金異尿細管の最初の複雑な部分である。腎臓全体の構造に関連して金異尿細管の包み線上の部分は完全に腎臓の皮質に閉じ込められている。特有の機能の特徴を根拠に S1 と S2 の二つの部分に分けられている。随放線は金異尿細管のまっすぐな部分である。 まっすぐな部分は人髄質の外側へ垂れ下がっている。それらは髄質部の外側の島部分と内側の部分との境界線で均一に終わっている。この部分は S3 と呼ばれる。均異尿細管に入った原尿は防尿細管毛細血管に再吸収される。血液から肝空へのナトリウム輸送は上皮細胞のバソラテラル膜にある NAAK アテペイスによって行われる。 ナトリウム輸送は主にこのアンチポーターによって行われ、これは、金陰尿細管で最も重要な輸送機構である。金陰尿細管の上皮細胞は、腎臓病に大きく関連している。テックスは、顔料や抗生物質などの毒素によって、破損させられると、急性尿細管へ死が起こる。重炭酸、グルコース、アミノ酸、および、ン酸の増加により糸球体が破壊を受けると、 尿細管が正常に再吸収できなくなり、近異尿細管性アシドーシスが起こる。また、テックスは、子宮体腎炎、拒血、尿細管管質性腎症、糖尿病にも関連している。これらの状況では、タンパク質、グルコース、またはサイトカインが、直接、テックスに影響する。サイトカイン、ケモカイン、およびコラーゲンを作り出すことによって、テックスが反応する。 可能性がある。ありがとうございます。